ここです、ここか。あれ結婚してんの？してないです。なるほど、結婚 前提な。まあまあそうっす。で柏で住んでて、はいはい、家買ってって言うから買いました。はぁ、マジで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 マンション買えって言われました。めちゃめちゃどうしてたの？初めまして。なるほど、家買えと言って買った。そうです、欲しくなっちゃって。欲しくなっちゃって、欲しくなっちゃって、みんな欲しいわ。水泳部です。競泳をやってました。日体大なら僕のこと知らないですよ、同級生なのに。そんなやついないですよ。いや、まあそうかもね、います。え、全然います。もう俺のことを知らない日体生がいたんだねみたいな言われて、え、うざみたいな。え、こんなやついるみたいな思って。稼いでますよ、あなたの。本当ですか？え、すごくありがたいです。いや、でももっともらってる人いっぱいじゃないですか。名前がすごい。朝倉海とかこんな強くねえの。何つったの？え、なんか言った俺。押しに押された感じだったんで、最初は50回ぐらい断ってて、家の前で6時間とか待ってるんですよ、平気で。6時間は盛りすぎ、4時間半とか普通に持ってない。これはストーカーだなみたいな感じで言われたんですけど、なんか一緒にいればいるほど良さが分かる人ではあるので、もうちょっと知ってもらったら、みんな太田のこと好きになるかもね。何みんな嫌いみたいな言い方してる。どういうこと？すごい、でも本当に継続力と諦めない力みたいなのは、本当に目標に対しての執着みたいなものがすごいあるので、そこは本当に尊敬しますね。優しいんですよ。お前の彼氏やべえぞみたいな。え、なんかお前の彼氏やべえぞやべえぞみたいな来るんですけど、え、誰みたいな、え、何者と思って。人のことを本当に悪く言わない。誰のことも、まあちょっと SNS は分かんないですけど、うちのお母さんがちょっと体調崩したりしたら、往復300キロぐらいをもう毎週毎週病院送ったりとかしてくれるような。多分伝わってないと思うんですけど、すごい、あの、本当にいい子で本当に優しいっていう感じ。今の僕の上にいる日本人としては、まあ、元谷さん、井上直樹、朝倉海、3人しかいないんですよ現段階で。まあ、そこを超えないとタイトルってのは見えてこないなと思ったので、超えてやろうと。僕自分で言うのはなんですけど、雷神的には朝倉海が輝く、未来が雷神が一番チケットが売れてファンが喜んで、太田忍がチャンピオンになってみてください。キャラ的にうざいし、なんかいけすかないし、ね、あんま人気ないし、どうすか？